政治家。十三味、君に等、男爵。通称は作太郎。長男は、中島熊吉。最初の妻は、六つ宗光の妹の中島初穂で、五歳は、女性解放運動家の岸田敏子。土佐国高岡軍、塚地村の講師、中島伊聡の長男。少年期に、公与塾へ通う。竹市半平太の土佐勤労党に加盟、後に脱藩して、 長州藩の遊撃隊に加わり、その後、坂本龍馬の海援隊で活躍した。龍馬の死後は陸援隊に参加する。維新後は新政府に出資した。1880年10月12日、13日に、上野西洋圏の敷地内で開かれた、日本初の野外野祖教大説教会で、中島は心を動かされ、キリスト教へ求道を始める。さらに、 同志者の創設者、新島城に出会い、いくら政治上で自由とか民権だとか唱えても、人間は罪の奴隷である限り、それは虚しいことだ。聖書の中にも、真理は、あなたたちを自由にすると書いてあるように、日本人を自由の民としたいなら、まずあなた、自らキリストを信じて、罪の問題を解決し、自由独立の人とならなければならないと忠告を受け、信仰を持つ決断をし、 1886年に一番長教会で上村正久牧師より先礼を受けて熱心なクリスチャンになった。外国関係判事や兵庫県判事を経てヨーロッパ留学をした後は神奈川県令や元老院議官を務めた。自由民権運動が高まりを見せると板垣大輔らと共に自由党結成に参加して副総理となる。保安条例によって横浜へ追放された後、 1> 第1回衆議院議員総選挙で神奈川県第5区から立候補して当選。第1回帝国議会において初代衆議院議長に選出されて就任。その後は1892年にイタリア中殺特命全権行使。1894年には貴族院議員に直選。1896年6月5日、維新の行により男爵を除爵。 1899年、療養中の神奈川県大磯部邸にて死去。54歳没。墓所は大磯の大雲寺にある。藍津戦争の折に若松城を攻め落とそうと、土佐兵が城門の前に押し寄せると、そのところに大きな屋敷があった。しきりに鉄砲を撃ち込んでみたが、人のいる様子がなく、土佐藩士の小隊長は撃ち方を止めさせて、 屋敷内に入り長い廊下を通って、奥座敷に行ってみると、婦人たちが見事に自陣していた。そのうちの十六、七歳の少女が未だ死にきれず、もだえ苦しんでおり、足音を聞いて置き返ったがこの時はもう目もくらんで、見えなかったらしく、かすかな声で敵か味方かと聞いた。小隊長はわざと味方だと言ったところが、身をかき探って、供養の門がついた会見を差し出した。 これは解釈をこうているのだろうと思い、見るに見かねて、涙を振って、首を切って、外に出た。この縄文前の大きな屋敷は、合図藩がろう、最後を頼もていで、自陣していたのは、頼もの一族であり、絶命できず苦しんでいた少女は、担当の家紋と年の頃からして、頼もの長女、最後を子と思われる。この小隊長が、 中島信之であると広く伝えられており、現在、藍津若松の武家屋敷にも、第2資料館に、西郷一族の集団自決の現場で、中島信之が抜刀している場面が人形で、再現された自陣の間が設けられている。しかし、略歴の通り、この時点ではそもそも藍津戦争に従軍していなかった、可能性もあり、疑問が残る。 近年の高知県での郷土研究によると、中島は母親戦争に従軍したことも、合図に行ったこともないことが明らかになった。高知新聞社官、土佐百年氏話で著者の平尾道夫は、土佐の中島信行の通称、中島作太郎と中島茶太郎と誤って伝えられたのではないかと推測している。中島茶太郎は、土佐藩内政軍名簿に本物消し駅と記されている。 また、住みか雲岸中で、った節は、西郷頼もが、薩摩藩の人物と二度言及しているところから、薩摩藩で、中島信行に似ている氏名の人物として、川島信行を挙げている。川島信行は、維新後に、初代五所川原警察署長を務めた人物である。ありがとうございます。